朝焼きそばで今日ね、はい、ビビンバを作っていきたいと思います。ビビンバって知ってる？なんか知らん、まあビビンバなんだ、混ぜご飯だ混ぜご飯だ、ナムルを混ぜた混ぜご飯です。をビビンバって言うんですか？ビビンバって言います。へえ。じゃあナムルから作っていきます。はい、簡単でございます。はい、まずナムルって何？ナムルはナムル、うん、なんだら和え物和え物、ごま油と塩コショウで和えた和え物をナムルって言う。ナムルっていうね。はい、まずはほうれん草。ほうれん草、はい、これもう冷凍のやつだから、はい、出してチンするだけ。ほうれん草でございます。報告連絡ほうれん毛ほうれん毛、はいはい、はい、いいよ、めっちゃうまいですよめっちゃうまいっすよ。うまっ。めっちゃ食う。ほうれん草チンしてる間に、はい、センナムル。何すかそれ。センナムルじゃない、ゼンマイナムル。えセンポポ。ゼンマイ、ゼンマイ。どれゼンマイ。3つぐらい出てきたけど、どれかゼンマイ、ゼンマイ。ゼンマイ。ゼンマイ。ゼンマイですね。ゼンマイをナムルにします。はい。はい。で、水で洗います。はい。シュッシュッと洗います。はい、気持ちはそこフライパン火かけて、はいはいはい油は油はね、こいつこいつこいつ、はいはい、オリーブオイル、これいいや、これね、これも入れよう、ナムル、ナムルじゃダメ、ダメ、なんで美味しいよ、また食ったもう入れるか結構、結構来てる。おいおいおい、温まりました、今、水入れたでしょ、今。あああああはい、ゼンマイを炒めます。はい、ここごまあった、ごま、うん、これ米だね。おおごま意外に早めに正解したやろ。もう一回違うの来るかもしれない。まだ早いね。まあ、早いね。まだ早い。炒めます。はい、で炒めてる間に、はい、知らねえよ、だって俺の手みたいな顔したやつだったね。あ、はい、炒めたら、はい、いつもの高宮さん、はい、スタートでしょ。これで味付けます。これだけです、今日。ほう、入れたらね、はい、馬刺し切っとく。馬刺し切りましょうか。ほう、キムチは、キムチはね、ハサミで切ってもらいたいですね。キムチも切るんだ。で、あ、ほうれん草できましたよ。ほうれん草できました。ちょっと、キムチバタシどんなサイズに切ればいい？ほうれん草できてますよ。ほうれん草できる。あ、焦げる。もやし入れます。もやし、お湯の中に網で切りました。塩入れてます、お湯、はい、塩入れてます。あ、茹でるんですね。入れます。なんかハム入ったぞ。バサシはどんなサイズに切るの？バサシはね、まずね、輪切りにしてください。輪切り、輪切り、一回、ね、じゃあ丸くします。まバカバカ、そのままこう、あ、こうね、そうそう、ちょっと薄めに。どんくらい薄く？かなり薄く。こんくらいで、薄くして、これ、うん、それをまた縦に切ってほしい。あー、分かった、あるんだ。分かる分かる。あら、ごま入る、ごま入りました。もやし野郎もそろそろ出っかな。はい、ほうれん草は、ほうれん草、あ、うん、木村は、木村はキムチ、木村さん。あ、結構、あ、ご飯も炊きましたよ。みんな結構細かいぞ、ほら。あ、いいね、いいね、いいね、もっといい感じですよ、いい感じ。オッケー、僕料理ですよ。はいはい、もう回していきましょう。はい、どうぞ。溶け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 。ユピ、こんな感じでいい？バッチグ。ユピ、ほら、上手じゃない？上手じゃない、ほら、上手上手。アミニさんぐらい上手。アミニさん、アミニさんぐらい上手。アミニさんは なんで毎日ランキング出てきた？アミニさんぐらい上手。アミルさんね。次はね、次はキムくん、ナムルの味付けをしてもらいます。ナムルの味付け、はい、今からこれをあなたの手で、すっごい熱いけど、この熱い中にあなたが手を突っ込んでナムルにしていきます。箸でいいじゃないですか。バサシ1個でこの量になったけど、うわー、いっぱい、結構多かったね。もう一回いく、ゆっくりしよっか。うん、よしよし。ゆっくり1回打つぞ。もやしは捨てていいと？ダメ。ちょっと待って、まず、そうだ、まず塩コショウ、塩、はいはい、塩、はい、塩、何をすると？あの、ほうれん草、ナムルに、ナムルを、ナムルに味付けていきます。違う、ほうれん草をナムルにしていきます。ナムルを味付けていきますから、一緒やん、はい、塩コショウ、塩です、はい、ちょっとね、多めがいいっす。なんでかというと、ごま油入って味がぼやけるからです。ほう、ごま油と塩合うよね。うん、そうでしょ。それなんですか？これなんて、粗挽きコショウです。はい、はい、
ごまをふんだんに使いますよ。で、このごまだけじゃちょっとあれなんで、はい、どれ潰します。あれって、あ、その潰し方はもしかして肘経由しないですか。肘経由しないですか。肘つぶし経由忘れてたろ。忘れてた。で、ラー油、お、ラー油、ラー油でちょっと大人の辛みを入れます。大人の辛みを入れます。ラー油は大人の辛みなんですね。はい、大人の辛みでございます。みんなの辛みです。で、ここでごま油入れます。はい、ごま油、ごま油入れします。みんなの辛みだよ。みんなの辛みだよ。みんなの辛みを説明してます。みんなの歌みたいな。みんな、みんから。そうこうしてるうちに、ほら、みなさんもうほら、なんだっけこいつ、ゼンマイナムルできますよ。が、いい感じに火取ったので、はい、火を止めます。では、こいつは放置しときます。はい、最初に言うのを忘れてました。はい、あのダッチオーブンで石焼きビビンバを作ります。あ、そうなの。そうです、そうです、すいません、なんかごめんなさいね、なんかぼやけちゃったね。ゆきさんがぼやけちゃったね。なんかぼやけちゃったね。もやしを、もやしをこの中に入れていいですか。はい、もやしをインしなさい。で、これに生ハムも混ぜていい。あ、いいっすね。いい感じにできたよ。あ、おー、いきなり潰しに行く。あ、いいですね、いいですね。体が硬くて肘通ってない。違うわ。基本ね、もやしナムルとかキャベツとか、うん、こういうナムル系は同じ味です。うん、もやし完成。うん、はい、味入りました。入った。イカの醤油だれね、万能。万能ですね。うわー、それおお。この前にね、タレで一回絡めた方がいい。あ、マジ。あ、それえ、もうユッケのタレなの。ユッケのタレだね、ちょっと甘だれだね。昨日方が作ったのめっちゃ美味しかったよ、コチュジャンと。なんか、うん、焼肉のタレとコチュジャンと、うん、あ、それもあり。ごま油、それが美味しかった。あ、いいよ。これじゃあ全部和える。これビビンバに乗せるのももう先に和えとくの。そうそう、和えといて。じゃあ全部和えるよ。和えて、オール、和えて、和える、和えて、和える。うわー、美味しそう。うまそう。絶対やるわ、これ。うわ、それはなんだ。これは石焼きじゃないビビンバも一応言っとこうかな。ビビンバ、石焼きがいいな。うるせえ。完全に悪口言われた。うるせえって言ったけど、噛んでうるしい。あ、キムちゃん、卵を準備してください。卵はもちろん君だけだよ。うわ、鳥の入っとった。やばか、羽、ん、羽の入っとった。うっさー、ペロペロペー。ケツ、ケツ。はい、ケツ取れるぜ。サラを持ってて、うわー、うわー、電気つけますよ。はい、はい、もうキッチンですることはもうないですか。もうないっすね。コーラ飲んでいい。あ、いいよ。俺も、あ、俺、あ、あ、キム、ごめん、コーラおでかい。俺もごま油、敷いていきます。はい、敷きました。しっかり温めましょう。ね、今回ね、センナムルっていう大根ナムルがあるんですよ。なんすかそれ。まあ、酢の物ですね。大根と虹の酢の物。それ、べったら漬けですか。はい、もう、めんどくさかったんで、ゆず大根買ってきました。ゆず大根なんです。まあ、同じです。じゃあい、じゃあ行きますよ。はい、まず温めたダチョウブに白飯を、はい、バレー、やばい、味ついてる。味ちょっとつけました。はい、入れましたら、はい、ここにこのように漬物、これはセンナムルの代わりです。もう並べていきます。あ、そう。え、どのように。この、うん、あ、うん、重い重い重い正解はございません。正解は心の中に。そうそう、ね、あなたの中に正解はあるんですね。はい、そうでございます。キムチももう重い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 に手でいくんですね。キムチ重い重いっていうのはどういうふうに。あるがままに。で、真ん中にユッケ野郎を、はい、ここは白なんだ。あ、それはね、うん、あ、うん、海苔お、はい、どうぞ。はい、あと2個ぐらいでもいいんじゃないかい。はい、ゆきゆきじゃなくてキムキム、卵をここに2個、ここがあるよ、あなたの目の前に。ああ、いいっすね。絶対こっちだね。ここ乗せますよ。おい、ロケだよ、ロケだよ、ロケだよ。いっちゃう、もうちょ卵黄だけでいいの。卵黄だけでいいよ。でね、コツはね、キムチの汁を入れてください。お、汁がない。はいはいはい、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 じゃあ皆さん、はいはいはい、混ぜますよ。はい、はいはい、通りますよ、通りますよ、混ぜますよ。まず卵を、うわ、真ん中からこう補充して、卵補充して、卵補充して、うわ、なんかさ、タレが少ないね。
これはね、タレはあんま入れない方がいいんですよ。ナムルにしっかり味ついてるから。こんなもんでいいんだ。こんなもんでいい。なんかさ、焼肉屋さんのもっとタレがドバーコチュジャン入れるの忘れました。そうだろう。コチュジャン入れるの忘れました。コチュジャンを入れます。はい、じゃあ、ヨウライさんそれやったらね、こう、うん、壁にこうつけてみよう。そう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 、おこげが、おこげでございますよ、これがつけるんだ。おこげを製造してるんでございますよ、これで。わかりますか。おこげを作ってるんですよ。わかりますか。怖え、あの人ね、ちょっとホラーホラーやった顔が。こっち普通のビビンバやってきますよ。あ、普通のビビンバ。生ビビンバ。焼かない、焼かない、普通のビビンバ。おこげは作んないね、それ。これはおこげなしでございますよ。これは何やってんの。おこげを作ってます。これもうおこげできた。ダッチに聞いてみよう。できてるね。聞いたんだ。できてないよ。おー、いいね。で、また混ぜるんだろ。おー、いい音だ。おじゃあもう、取り分けようか。取り分けましょう。あー、うまそう。これ絶対うまいよ。うまい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 ぞ。はい、じゃあいただきまーす。いただきまーす。ごまも。あ、最後ごまかけてもらって。ごまも。食べよう。食べていい？はい、どうぞ。ごまも食べまして。はい。あー、お肉、めっちゃ美味しそうじゃん。うわ、匂いが最高。うわ。うん。うまっ。うまっ。すごいね。うん。うまっ。うまっ。すごいね、いろんな味あるのにね。うん。酸っぱいやつもあるし、辛いやつもいるしさ。本当だよね。うん。いろんな色のやつもあるしさ。まるで僕たち釣り岡みたいだね。うまいね。うまいですね。うまい。甘い感じだったけど、鍋に混ざって、馬肉がいい。焼いたらいい味を出す。で、こういう漬物もまるで、酸っぱくなると思う。俺たち、ちょうどいい。釣り岡みたいだな。ちょうどいい焼けてから。これなんかユッケとかもちょっと気になるですね。あ、ユッケも食べようか。うん。バカ。生ハム美味しい。生ハムね。これなんか塩味きてうめえ。生ハムも入ってるんだ。入ってる。ユッケ混ぜていい箸で。うんうんうん。うわうわ、これ絶対うまいよ。これ馬ですよ、馬ですよ、それはうまいわ。うまいよ、馬だね。ね、いただきます。うまっ。馬だけに、こんなわけないだろ。うまっ。馬だけに、うしししし、うまっ。うめぇ。うまっ。あれっておかしい。いつも、いつもいつもこんな感じ。うまユッケ、マシマシ。うん、ちょっとうるさかった。聞いてなかった。鼓膜が破れるかと。ごめんごめんごめん。この距離で叫ぶ距離じゃん。はい、次。あー、ゆびさん、どこから声を出た。喉。朝ダメ、朝ダメ、はい。はい、朝ダメ。あー、ん？が、CM あるやん。わかんねえ、見てねえ。A6 スケが喉が辛い、そんな少々に、これ。朝だめ。知らんぞ、知らんぞ。嘘やろって思うけ。冗談やろみたいな交流感じするけど。朝だめ。できますか、卵をね。うわ、混ぜますね。めっちゃうまい。なんで美味しい、食べるかい。なんで。こうやって、いろんな味のやつが混ざってる。ちょっとでいいよ。聞いてねえし。聞けよ、もうちょっと俺の話を。じゃあ、聞く。聞く。こうやってね、燃やして。お、それ美味しそう。おいしそう。うわ、これでうまい。スプーンね。スプーン、スプーン。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 スプーンがね、もう小石かなか。小石かなか。でも、石焼きの方が好きかな。石焼きかな。焼かない？これまた。焼こうか。あ、焼くな。絶対石焼きがうまいわ。焼こう焼こう。ゆっくりも残ってやつ。しまーす。出してしまいます。出してしまおう。ごちそうさまです。ごちそうでした。それなんていう字書いてんだっけ、それ。心？知ってた。ダッチオーブン使ってやる料理なんで、はい、非常に簡単です。うん、ただこういう風にいろんな味が混ざり合って。絶対言おうとするんだよ。4度目のチャレンジです。どうぞ。まるで僕たち釣り岡のようじゃないか。そうだろ、みんな。あ、僕が押してなかった。あ、嘘。というわけで、ご視聴ありがとうございました。はい。バイリー。最後適当だな。バイリー。バイリー。バイリー。あー、昼間からコーラ飲んで。
悪いね、僕たち。普通だよ